はようございます。これね、マリアのタイトスラロームっていうルアーなんですけども、鈴木釣りのルアーでシンキングで80ミリで 11g っていうことで、価格がですね1個1215円ね。これがエサなんですよね。結構もう何年もずっと使ってるんですけど、パッケージがちょっと以前のものよりちょっと変わって新しいものに変わっていたのと、あとはこの色釣れそうじゃないと思ってですね、思わず新品で即売としてしまったんですけども、カラーの名前がですねギラピカ、すごい名前だなと思って、この綺麗な色味は買うしかないでしょうってことで、早速じゃあ開けていきたいと思います。タイトスラロームって皆さん知ってますか？名作中の名作の箕面なんですけどね、非常によく釣れる。こんなケースに入っていて、あ、裏が輪ゴムで止まっているので、これを取ってあげて、これで出るかな。はい、こんな感じ、ギラピカしてますね。新色でしょうか。通常のラインナップにこれなかったと思うんで、もしかしたら新しいカラーなのかもしれませんが、まず背中がこんな感じで、透明でちょっとラメの入ったような、ちょっと透けてるんですけどね、ラメが入ってるような感じで、頭が黒がアクセントに入っていて、目の周りも黒がちょっとアクセントに入っていて、赤い目ですね。で、腹側もこんな感じで透明にラメが、ちょっと入ってるようなカラーで、やはりこれ海用ですかね、非常に刺さりの良さそうな針がついているんで、まあフック交換の必要はないかな、最初から吊るしで使えるかなというところで、見てほしいのがこのリップなんですよね。これ泳ぎをすごい左右するところだと思うんですけど、実はですねこのリップすっごい海のシーバス釣りでめちゃくちゃ釣れるメガバスの X80 と似てるんですよね。このちょっとくぼみがあって丸い、ウォーボリングさせるのにいい形っていうんですかね。かといってこうストーンとちょっとまっすぐも落ちてるんで、ローリングもできるよってことで、ウォーブンロールさせるにはベストな形かと思うんですけども、こんな感じのこのリップがあって、でこのコンパクトボディでシンキングっていうことで、そうですね、もうシーバスルアーどうしても1個選べって言われたら、昼の部ですけどね、昼間の釣りだとまあこれを選んじゃうかなって。夜ももちろん釣れるんですけど、こいつの真骨頂はですね、昼間真っ昼間のデイシーバスですごいよく釣れるんですよね。餌みたいに釣れる、これをただ信じて巻いていると、ある程度水深あるところでもいいんですよ。こう巻いてるとですね、下からこう魚が湧いてきて食うわけですね。でまあそこから怒涛の入れ食いとかになっていくんですけども、その最初の一匹をサーチするのに非常に信頼して投げれるのがこれじゃないかな。ただまあベイトのサイズによってその一番いいルアーってやっぱ変わってくるんですけども、これよりちょっと大きなサイズ投げたいなーっていうと、OSP のバルナで、バルナでもちっちゃいな、なんか大きな餌もしくは一発大物狙いたいなーなんていう時はルドラ、こういう感じでまあ使い分けていくんですけど、でこれよりちっちゃいサイズのってなると、おかっぱりだともしかしたら使うかもしれないんですけど、ちょっと飛距離が、落ちちゃったりですね、シーバスって結構遠投することが多かったりするので、これぐらいから選んでいこうかなっていうところで、で裏に説明書きも書いてあるので、ワンオクエリア攻略用シンキングシャドウマグネット式重心移動システムが入ってる。マグネット式のこれぐらいじゃ取れないですか。マグネット式重心移動システムがついていて、
抜群の立ち上がり、はい、レスポンス設計ですよというところで、着水後の素早い立ち上がり、スイッチやジャークにもレスポンスよく反応する形ということで、重心移動、ストラクチャーをタイトで攻めるためのアキュラシー精度、リーディング時にウェイトがマグネットで固定され、固定重心ミノー同等の安定したアクションが出ます。アクションはリトリーブ速度に左右されない安定した5分ロールアクション、高腕部など足場の高い場所でも、足下までトレース可能というようなことがこの説明書きに書いてあるんですけども、そうですね、これまずはスイッチジャークとかにもレスポンスよく反応するよっていうことで、だいたい使い方としては、ただブラックバスのあの連続ジャークとかと違って、どちらかっていうとこう投げてワンキャストしてバーって巻いてきてアクション入れるのは多分2回ぐらいですかね。巻き出してサオとルアーの真ん中ぐらいまでの距離、泳いできた時に1回、であとは結構なんていうんですかね、ピックアップ寸前にこう若干沈んでいたのがこう上昇軌道、こうどんどん沈んでいってたのがこう竿先に近づくにつれて上昇軌道を描いてきて、そのシーバスって結構上に行くアクションにすごい反応するんで、そういう時にもう一回ジャッてこう入れて食いつきの間を与えてやると、こういう使い方が多いんですけども、今度あのシーバスの動画なんかもこれからの季節上がってくると思うんで見ていてもらえればと思うんですけどね、だいたいこうただダラ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 って巻いてるように見えるんですけども、途中で1回クワセのチャッチャッってこう2回ぐらいですね、真ん中で1回船べりで1回の2回ぐらいジャークしますんでね、あのブラックバスの釣りみたいにダッ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 ってやってクワセることはほとんどあんまりないと思うんですけども、まあ何にしろですね、これからちょっとシーバスもやってみようかななんていう方で、ルアーものすごい数、すごいいっぱいありますからね、シーバスルアーも。どれ選んでいいか迷っちゃうよっていう時は、このマリアのですね、タイトスラローム、タイスラタイスラなんて呼んでますけど、これはまずもっておすすめできるルアーですからね。結構あのシーバスの釣りもやるんで、これから釣り始めたいななんていう人に、最初どのルアー買っていいですかねなんていう風に聞かれるんですけども、まあ、お値段も安いしよく釣れるし、あと、買いたい時によく買える、マリアのルアーもいっぱいちゃんと置いてありますからね、買いたいと思った時に在庫切れしてることがないっていうのがまず重要だと思うんで、このタイスラとかですね、あとは鉄板バイブのいいもの、これはワンバイブが一番好きなんですけど、ない時案外売ってなかったりするんですけど、ワンバイブがおすすめですね。でその他そうですね、ローリングベイトとか夜の釣りだと、TKLM ってタックルハウスのものとかいくつかあるんですけども、昼間のボートシーバスでどれ買っていっていいかわからないなんていう時は、このタイトスラロームぜひ飲んでおすすめなので、覚えておいていただければと思います。一応重さの方もですね、ちょっとじゃあ測っておきますかね。マリアのタイトスラローム、これはですね、何グラムでしょうか。11.1グラム。ただ形がいいのか、そのマグネット重心移動システムが効いてるのか、体感はすごい飛びますね。11.1グラム、もうちょっと重いのかなと思って、重いのか軽いんだなっていう感じですが、バヒューンと飛んでいきますんでね、ぜひですね、ルアーをどれにしようか迷った時はもうこれマジで本当何百匹って釣ってますんで、おすすめのルアーなんで、今回はですね、このかっこいい色店頭に並んでたんで1個買ってきたんでご紹介なんですけども、マリアタイトスラローム、これも、80のシンキングご紹介でした。釣り講 TV でした。